こんにちは、レタスです。ちょっとね、部屋の様子について触れる前に、先日録画した分があるので、ちょっとそちらを見ていただけたらなと思います。どうぞ。こんにちは。今ちょっと録画外でちまちままた作業してたんですけど、なんかプレゼントが置かれてるので、ちょっと急いで録画を立ち上げました。何？プレゼントだ。はい。 Thank you for cleaning it the park. So I'll give you a little plant. Go home and check it out. え？公園をきれいにしてくれてありがとう。小さな植物をあげるので、お家に帰って、チェックしてみてください。マジか。こんなことあるんだ。綺麗にしてるしてないの基準って何なんだ？葉っぱをめちゃくちゃ拾ったかどうかってこと？っていうか、パークでこんなイベントがあるんだったらさ、街でも同じようなことがあるよな、多分。ティーン。どうしよう、来たばっかだけど帰ろうかな。ちょっと作業して帰ろう。やっと見っけたキノコ、ありがとうございます。あ、嬉しい。ついでに帰るか。買えない、買えない、買えない。これなんだ、あれか。なんかおじいさんが風船に乗って旅するやつだっけ。ティーン。ああ、ついでにノート最後の一冊も買っておいちゃおうかな。はい、ソールドアウト。よく見たらこの売られてる机も落書きがいっぱいだな。鉛筆で試し書きとかいっぱいされてんのかもしれないね。よし、ちょっと帰ろう帰ろう。植物増えた。うっそー、こんな要素もあるの？え？ How to use plant? One fruit every 5 minutes. Get one 雫 by touching it. Four fruits is maximum.5分ごとに1個のフルーツがゲットできて、触ることによって赤い雫が1個手に入る。マックスで4つの果物ができるよってことかな。へえ、果物まだできてないけど、ちょっと待ってみようかな。お、ノートも3冊並んで。かわいい。お、お料理コンプリートが出た。あ、全部作れるよが出た。あれ、でもないな。なんだろう、この空きスペースどうやったら埋まるんだろうな。わかんないけど、食材増えた。 You should be careful for poisonous mushrooms in the mountains. ほんとね、キノコはみやみやたらに触っちゃいけないっていうね。昔山歩いた時、真っ白いキノコがあって、家帰って調べたらデストロイングエンジェルっていう名前のめっちゃ毒のあるキノコだったことがあってね。みんなも気をつけよう。せっかくだから、じゃあちょっと見ちゃおっか。おー、いいね。食材全部買いました記念。さっ、あ、あーりー。パン食ってた。じゃあね、全部作れるようになりましたよ、記念。え
お腹すいた。作るか。あ、かわいいかわいい。食材のイラストとコックさんが本持つようになった。めっちゃいいな。これまだ全部は作れないけど、あれかな。料理した回数によって、なんて言うんだろう、レシピが増えていくっていうのもあり得るから、まだね、お料理のトロフィーは50回記念のまでしかないから、金のコック帽が手に入ったら、もしかしたらレシピが増えるかもしれないよね。だいぶ埋まってきたな。ね、なんか実況の目安っていうか、まあ目安として、これが埋まるくらいまではできたらなーって薄ぼんやり考えてます。まあ全部ね、気分とかその時の雰囲気とかノリとか、そういうのにはなるのかなとは思うけど、なんとなくね、気持ち的にはね、これを全部埋めたいなとは思ってます。あ、木の実なってるね。はあ、はあははあ、こんな感じで最大4個までできるってことか。タッチ。ああ、ごく？飲んでんのかな。でも美味しそう。いいな、4分に1個実がなる植物。すごい特別な感じがするな。あ、なんか撮る予定ではなかったけど、ふっと撮ることにしてよかったなーって思いました。ね、この部分の動画がどういう風な使われ方するかわかんないけど、ね、とりあえず、あれかな、挨拶しとこうかな。見てくださってありがとうございます。ね、よかったらまた見てくださいね。バイバイ。はい、ということがありました。ね、それからまたね、いろいろやってね、部屋の様子がちょっと変わりましたね。そうそうそう、このポスター、これ、元ネタなんだろう、わかんないって言ったらコメントで教えていただきました。インサイドヘッドっていうあのピクサーの映画のやつだということでね、あー確かに見たことある、そう言われればってなりました。ありがとうございます。これね、かわいい、ね、There are various aspects of me in me、私の中には私のいろんな側面があるっていうことでね。ね。多分、喜怒哀楽とか、なんか、そういう、あれだよね。あ、もうちょっと、調べてから喋ればよかった。買っちゃった。あと、部屋のね、壁の色をちょっと青くしました。青好きだからね。青くしたんだけど、どうだろう。変わるかもしんない。あと、ベッドもね、立派になったしね。うん。これであとはウサギが帰れば完璧だなと思う、うん、で新アイドもね、あともうちょっとで12になるなってところですね。可愛い笑顔が見られる。そうだな、うーん、せっかく録画立ち上げたし、ちょっとブックのレベル上げないといけんな、うん、ちょっとね、雫がだいぶ溜まったんで、22,500 と赤が1,937ってことで、結構ね、ブックのレベルアップに持ってかれるんですよね、雫を。だから、一度にやろうって思ったら多分2万ぐらいいるかもと思って、ちょっとしばらく溜めてました。じゃあちょっとコミックブックから、レベルを上げていこう。イエス。サイコロジカルブック。サイコロジカルブック。サイコロジカル。哲学？合ってる？Even if you are smiling on the outside, you could be crying on the inside.
外面では笑っていたとしても内側では泣いてるかもしれないってことかな。 I'm worried about the results being accurate if I take the psychological test。 心理学かな、心理テストのこと。なんだろう、心理テストをした時の結果がアキュレートするのが心配。アキュレートはシスタに乗ってそうだけどな。あった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 わ。あった、アキュレート。アキュレート。正確なアキュレート。分からん、正確な発音。サイコロジカルもシスターに載っていらっしゃいました。160ページ。心理学の本3冊あるのか。なるほどね。心理テストを受けたとき、心理テストを受けたとて、正確な結果が出るかどうか不安。ってことかな。なんか小学生の時とか結構流行ったよね、心理テストとかね。結構理不尽な心理テストとかも多かったりしたけど。結構好きだったな、私はあれ。It's describing people's emotions in detail. That's interesting. Describe 何々を描写する、何々の特徴を説明する。心理学本は、人間の感情を細かく描写してくれている、面白いなってことかな。The brain remembers and preserves these things. Preserve 何々を保護する、何々を保つ。脳みそは記憶してそれを保持するだなってことかな。There are interpretations for different dreams people have。 シスタン108ページ。Interpret で何々を解釈する、何々を通訳する。Interpretation で解釈、通訳。人々はそれぞれ違う夢を持って人々はそれぞれ違う夢を見ているかな。 Different dreams。 このドリームって何の夢だろう。寝てみる夢の方かな。結構解説がある。あ、違うかな。なんだろう、夢占い的なことが書いてるんだってことかな。夢占いの解説が載ってるってことかな。そうっぽいかな。書いてそうだよね、心理学の本。 I found out about your personality I didn't know before. It would be somewhere inside me。以前は分からなかった、パーソナリティなことが分かってきた。きっと自分の中のどこかにあったんだろうな。 Focused and quietly reading。
It's an interesting part here. 今面白いとこなんだ。そっかそっか。ありがとう。私もなんか勉強になった。よし、じゃあレベル14に上げていきましょう。Yes。お、あ、ショートストーリーブック。短編集？私星新一が好きだよ。The lake this is illustrated is so dreamy. この泉はとっても幻想的に描かれている。Like something happening after you cast a spell. If it were like that in real life. もし呪文を唱えたとき、もし呪文を唱えた後こんなことが起きれば、現実世界でかな。どんな短編集読んでるんだろう。 It's written as a short story, so there are unique techniques used. ショートストーリーとして書かれているので、面白いテクニックが使われている。Because the novel is far from reality, it's stirring up my imagination. 小説は現実からかけ離れているから、自分の想像力をかきたてられるんだ。Whether it's in a book or reality, getting hurt is so painful, really painful. なんだろう、本の中であろうが現実であろうが、すごく胸が痛む、本当に痛いっていう感じかな。ああ、私もあれだね、小説とか読んでてさ、このキャラ好きだなって人がさ、死んだ時とかまあ多々あるけど、めちゃくちゃ落ち込むもんね。もうね、ああ死んだか、死んだか、いや死ぬとは思ってたけど、死ぬとは思ってたけどこんな風に死んだか、そうか、寝よってなる。そういうことじゃない、違う。あ、一周した。よし、こんな感じでね。まただいぶグダグダ翻訳会になっちゃったような感じがするけど、まあよかろう。本のレベルどこまで上がるんだろうな、これ。15で打ち止めになるかな。あ、他はね、あの全部レベルマックスにしました。そうそう、だからあと本当本だけなんだよね。まあまたね、気長に貯めていこうかなと思ってます。じゃあね、今度こそね、本当のありがとうございましたバイバイの挨拶ということでね、また次は多分親愛度12になって、そこからどうなるだろう、どうなるかわかんないけど、なんかいろいろ好きなようにやっていこうと思います。それでは今回もお付き合いありがとうございました。寒い日々が続きますけど、どうかあったかくされてください。ありがとうございました。またね。ありがとう。またね。